まずはサンフレッチェファミリーの皆さん、雨の中応援ありがとうございました。ラストマッチを勝利で飾ることはできませんでしたが、このチーム、このメンバーで戦えたことをとても誇りに思っています。今回僕はグラスホッパークラブチューリヒに移籍することになりました。この降格数が多いこの難しいシーズンの途中にチームを離れることを認めてくれたクラブ、自分の意思を尊重してくれたチームにとても感謝しています。勝手ながら僕は引退まで広島でプレーするんだろうかと、プレーしたいなと考えていました。ただこのラストチャンスに自分の人生をかけてみたいと思い、チャレンジすることに決めました。広島で生まれ、アカデミーで育ち、サンフレッチェ広島でプロになりました。これからもサンフレッチェ広島を背負う若い選手やアカデミーの子たちの夢や希望となれるように頑張ってきます。最後にジュビロ磐田、サンフレッチェ広島に関わる全ての人に感謝しています。そしてまた新スタジアムでお会いできることを楽しみにしています。長い間本当にありがとうございました。